ダークセイバーです。新規湘南請負人、カンタに対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。田口カンタ騎手の今週3勝、すべてパイロ3区。カンタはパイロ3区に乗せろ。カンタは新たな気象難受け負い人だった。パイロカンタマジか。気象難いけるんか、これは騎乗依頼増えるぞ。カンタは本質的にパイロ。これで池添も安心して成仏できる。勝手に殺すな。パイロって、現役時代どんな馬だったんすか。パイロ棒で検索。パイロ棒とは、パイロが見学などで登場する際、持ち手の担当以外に必ず棒を持つ担当の人がいる。これはパイロの気性がかなり荒く、油断すると大惨事になりかねないことから威嚇用として採用されている。どういうことやねんと思ったらこれは、気性はよろしくなさそうだな。このパイロ棒は実手のように聖棒として使うそうです。通信機能がついてます。多分頭を引っ叩くことはないです。パイロ様だし後が怖いです。田口パイロ、ゴールドンの母父で初めて聞いたけど3区まだいるんだな。パイロ棒が守護馬展示会の風物詩と名隊さんに言われてるが、パイロ自身も守護馬として現役だからな。パイロ3区と手が合うなら早急に帝王賞と東京大賞典に出られるよう実績を積まねばならんな。パイロカンタとかジャンダルム荻野みたいな馬名プラス騎手名の呼び方好き。ヘルシェイクやの。これで重賞？タマモネモフィラ、カネトシフラム、トモジェケイヤ、の3頭屋根乗ったパイロ3区。JRA 初勝利決めた相棒のレッツゴーローズ乗る予定だったけど、放馬して競争除外になっちまった。レッツゴーローズはパドックからあかんかったね。パイロカンター。パイロキネシストじゃん。パイロ3区にいるんだよな、パイロキネシスト。佐賀で隣の馬に噛みついて一時期話題になってた。いつかスワーブリチャードの子供にも乗れたらいいね、カンタ。乗ってみたい、過去の名馬にスワーブリチャードあげてたからね。関係ないけど、ターフィー君のぬいぐるみがめちゃくちゃ似合う顔だな。そのうちこんな顔にならない？やだ、カンタがキモいガッツポーズ決めるところなんて見たくない。本当は？キモくなくていいから、重賞でガッツポーズしてるカンタは早く見たい。キモくなくていいから。投げキッスもしろ。惹かれるどころかあらあらカッコつけちゃって。うっふってなる後方親戚面がまた増えそう。バカな。気象難の馬には気象難の人間乗せとけがセオリーだったはず。ご褒美にパイロに可愛がってもらおうぜ。地方競馬では絶対にパイロ3区の後ろには近づくなが合言葉らしいし、名称ハリオも気象は相当激しい。おそらく例外はデリカダちゃん。あいつもパイロ3区か。さらっとカンタ3勝してるのすごいな。可愛い名前からパイロ棒ってパイロさんのお気に入りのおもちゃかと思ってたら護身用具だったんだ。パイロが暴れる、パイロ棒を見せる。パイロ棒に気を取られている隙に棒のスイッチを押すと助っ人が飛んでくる仕組み。なのでまあお気に入りの棒と言ってもいい、かもしれない。昭和っぽい雰囲気の気象難受け負い人ってすごいキャラだな。うろ覚えだけど、パイロさんも懐いてる厩務員が一人だけいて、その人は攻撃されないみたいな話を見かけたので、気に入られたら大丈夫なのでは？パイロ3区は気性がやべえやつが多いので怪我するなよ、カンター。つまりダートのカンタ？まさか来るか、剛腕カンタ。勝ててよかったねー。はぁ、あ、かわよ。写真写りの良さ。こんなのもう全国民のおいっ子ですよ。いつ見てもお小遣いあげたくなる顔してる、確実に自分より稼いでるだろうけど。ネタにされてるけど、もしかしてかなり才能ある側の人？両親ともにジョッキーというまさにサラブレッドだからねー。現地で見たけど、騎乗姿勢綺麗でうまいなーってわかった。ポスト気象難になるには政権みたいなのと出会わなきゃ。何より新人でしっかり数乗せてもらえるのがいいね。立党なのもあるけど、堅実に勝ちを重ねてるし、この調子なら重賞挑戦も早いかな。カンタコールしてよ。パイロ3区イコールカンタの評判どんどん上げて、パイロ3区乗りくらで週末の予定を溢れさせようぜ。まさにパイロット。やっぱり両親笠松の血のおかげか、ダート場に適性あるんですかねー。カンタくん、検診校乗ってみないか？パイロの申し子として、直のパイロと触れ合ってきてほしい、罰ゲーム。カンタくんは優しいのかな？有望なパイロ3区を笠松に送ってカンタ乗せてオフリキャップ計画するしかないな。パイロカンタ、ヘルシェイクヤノ、タンタアレグリアエビナ。カンタ×パイロ3区最強すぎるから押していきたい。パイロカンタが鉄板ならダートで覚醒しそうだな。楽しみだぞ。カンタくんがいれば、パイロ棒はいらないのかもしれない。カンタスマイル、馬にも通じるんだろうか。田口カンタ最高、パイロ最高、お前も田口カンタパイロ最高と叫びなさい。
パイロ3駆しか走らせない男。田口カンタとか強すぎる。カンタ、思った以上に腕っぷしでオーゴーワンタイプに見えるのよね。ルーツがかさまつってこともあるし。なのでダートの中でもパワー寄りのパイロは手が合うのかなって思っている。外枠パイロ。田口ジョッキーほんまうまい。そんや今日は田口カンタ騎手を初めて見たけど、騎乗した時の気合の入った目つきは良かった。若いのに強い競馬ができるのは将来が楽しみやな。田口カンタはある程度認知してる馬に乗った時大体勝ってるイメージあるからすごい。カンタもいつか G1 戦線を共に駆け抜ける無二の相棒みたいな優秀に出会うの？その馬との青春をかけた戦いと別れを通じてこのあっけない顔に勝負師としての深い教示と陰影が刻まれることになるの？スワーブリチャード3区がいい。グランドスラムしろ、カンタ。机と一騎打ちしてほしい。今なら純朴な少年の脳を焼いて一生記憶に残ることができるんだ。早い者勝ちだぞ。少年を男にする馬は誰なのか。これでとんでもない希少難の馬だったら笑ってしまう。どうせならカンタのイメージとは真逆な馬がいい。カスケードみたいな。カンタが池添みたいな希少難受け負い人に。いやだ、カンタにあんなキモいガッツポーズを継承してほしくない。いやちょっと見たい。デビューしたての騎手がそんな馬に出会うわけないだろ。武豊のスーパークリーク初騎乗は2年目の3月スミレ賞。でもいつかは。やっぱり豊かってやべえわ。笠松から中央へ殴り込みに来た怪物の安城になってほしい。気が早いぞ。まだペイペイのカンタを味わう時期だ。2000年有事みたいなカンタが見たいといえば見たくないが、見てみたいような見たくないような。SNS で叩かれるカンタは見たくねえ。クラシックからボコスカ勝て。相手上がりの子で菊花に挑んで勝つが一番精神持つかも。前哨戦の重賞勝ったら若干プレッシャーあるが。デムーロみたいに馬主さんにセミみたいにくっつく日が来るのかな。スワーブリチャード3区で勝ちたいだろうな。身内みたいな感覚だろうし。デビュー前を生きりに乗った瞬間から才能に気づいて G1 勝てると言いたいけどまだ勝ってないから重賞勝つ馬ですよと抑えて言うんだよな。たけし。G1 乗れるようになるまで事故なく言ってほしいよね。カンタもいつか、引退しこれから汽車に乗って半洋先の牧場に出発する相棒の下に駆けつけて会えて、下手な話しかけはせず見つめ合い男同士の無言の別れの時を過ごすんだ。なんでカンタはこんなに昭和が似合うんだろうな。金曜班であるとはいえやっぱ競馬上手くないか？カンタ、お前は俺の誇りだ。おわしょ5000。不退転マシーンにお帰りください。最後期から伸びて差し切ったのは馬も騎手も偉い。ずっと一番人気に支持されて惜敗続けてただけに大橋先生もにっこりよ。先週8番人気で3着に入ってくれたおかげで稼がせてもらったからチキ。カンタ乗っても人気する馬は馬券内に来る1、3人気。人気してるカンタは買える。人気の時は買える。つまり実力馬を実力通りに走らせられるのはトップジョッキーの最低条件なんだ。レースすら怪しい馬を走らせるとか人気すきをねじ込むのが上手いとかも。セールスポイントにはなるけど、人気通りに勝てるのが出世には一番の近道なのは当然なんだ。ジョッキーのサラブレッドやぞ、うまくてよいやん。3月デビューですでに200回近く乗ってるのはやばい。真面目に努力してる人が報われる世界でありますように。田口カンタ騎手のここ数回の勝ち倉全部パイロ3区なのが気になるな。単にパイロ3区が今強いだけなのか、相性がいいのか。それはともかくとして地道に勝ち増やして経験増やしてそのうち重賞 G1 にパイロ3区で出る姿を見てみたいな。パイロ3区は関係ないでしょって怒られそうだが。